空白の2年。それは、あの場所から、あの場所に、お金が流れていた、何よりの証拠なのです。日本人よ、このままでインザスカイ、いいんざすかい登録者490万人、大人気 YouTuber のヒカルさんが、あることを暴露して話題になってます。それが、自身も、ちくわの案件、政府から来てた、っていう暴露だったんですよ。数ヶ月前に、コヤッキーさんも、ある広告代理店から、 数百万円レベルのでかい案件、ちくわにポジティブな発言してくださいっていうのを来たって言ってましたけど、ヒカルさんもこれ来てたっていうことが判明しました。この動画の中では、その、いわゆる今、コウの助けてで大問題になってる、はじめ社長について言及してて、あれは事務所が悪いと、事務所がこの話を受けて、しかもクリエイターを守らないのは大問題であるって言ってたんですよね。これって、ヒカルさんみたいな大物にも声かけてたんだなっていうのが一例と、そしても もう一つは、この事務所問題っていうのがあるんですよ。MCN っていう Google さんが直接契約してる事務所が7社だけあるんですよ。で、この会社に入ってる YouTuber の動画って、広告が通りやすかったり、まあ消されにくかったりするなんて言われてるわけなんですけど、その中の一つが大手 YouTuber 事務所の う、なんですよね。で、この、はじめ社長はここに属してて、だから、この、ちくわに対してポジティブな発言をしなきゃいけなくなったと。この、契約をしている事務所に入っている YouTuber たちは、動画上でね、たくさんポジティブな発言してたわけなんです。彼らは、非常に強い影響力を持ってたんで、これを見た視聴者さんは、ああ、じゃあ、ちくわもいいものなのかなって思ったっていう土壌が出来上がった。まあ、あれがいいか悪いかは別にして、あれはいいものなんだなって思わせることには成功した。 わけですよまあ結果どうなったのかっていうのは皆さんもご存知の通りそしてそれに反するような動画を作っていた人たちっていうのはいわゆるこの契約をしてない事務所に属してた人もしくはフリーの人たちでバシバシに動画が荒れされていったと反対意見もあっての公正な 議論の場だと私は思うけど、実際にはある片一方の情報しか流れていなかったのが事実で、今回ヒカルさんにもその声掛けがあったっていうのは、やはり影響力強い人を使って世論操作をしようとしてたっていうのが、まあ分かってしまいましたね。まあ、ちなみにこのヒカルさんや小ヤッキーさんは、いわゆる大手事務所には所属してないんですよね。まあ今回、 ま、それらに、ま、加担したと言われてる人たちって、ま、結構大手事務所、そのグループに契約してる人たちがいて、ま、これ何をか言わんやって話でございます。まあ、ちなみに、私も、個人事務所でやってます。誰が個人事務所でオファー、お待ちしております。無理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 。終わったことをもう言ってもしょうがないんですけど、実はこの話、まだ続いています。それが、つい昨日、衆議院本会議で、地方自治法の改正案が通過してしまいました。 これ数ヶ月前に閣議決定で、まあ、法案提出されてある野党が反対してたんですけど国会に対して事後報告をするっていうことを盛り込んでこれ通過することになってしまいました地方自治法の改正って一体何かっていうとプチ緊急事態条項と呼ばれるもので国が 地方自治体に対して命令をすることができると。まあ、例えば、ちくわを絶対に食べさせなさいとか、緊急事態宣言を受け入れなさいとか、こういったことを命令できるようになると。 まあ、つい最近、国際機関 W が拡作してた例の条約が一旦破棄になりましたけど、その代わりに我が国では地方自治法改正っていうのが実はこっそりと通っていたっていう話なんです。まあ、野党も反対してましたけど、まあ、結局賛成したわけじゃないですか。これってね、やっぱりね、もう野党とか与党とかってもう関係ないなと僕は思ってて、まあ、みんなね、あれあの、五層選断なんですよね、結局。まあ、あの国会って っていう、まあ、安定した職場ですよね。まあ、ここで、けんけんガクガクとやることで、国民には仕事してるように見えるし、その結果、世界でもトップクラスの報酬を彼らは得ることができると。だから、これね、全部、出の木のレノスじゃないかって思われても仕方ないと私は思ってます。まあ、現在、東京都知事選って、近年稀に見る大混戦になってて、すでに20人以上が立候補を表明してると、前回ね、 小池百合子さんを再選させたことに対して、東京都民ってめちゃめちゃ叩かれたんですよ。でも都民に言わせたら、いや選択肢なかったよって言ってたんですよ。でもね、今回はどうなのかなって見たときに、例えば、田母神さん、元幕僚長で、与党とも距離を置いていて、まあ、これ完全なる保守ですよね。ちなみに田母神さんって過去に都知事選に出られたことがあって、その時は60万票獲得されたこともあるんですよ。確か4位ぐらいだったと思うんですけど、なんで全然放末候補じゃないし、 これ今回ね、ただいっぱい人が出ちゃってるから、まあ、票も分散するかもしんないんですけど、まあ、もし迷ってる人いるんだったら、ぜひ検討の余地はあるのかな、なんて思ってます。まあ、彼がいいかどうかは別にして、まあ、今回はある程度人材はいるんじゃないかな、なんて思ってます。まあ、つい最近、あの、北の国からまた久しぶりにミサイルが飛来しましたけど、まあ、あのミサイルってね、皆さん正体知ってますかっていう、ちょっと話をしていきたいんですよ。あれってね、なぜか国がピンチになったり、なんかでっかいニュースで騒が れ始めたたららタイミングよくく飛んんででるってて前から言われてたんですまあこれ偶然だって思われてたんですけど、実は数年前に週刊誌が出したある記事にとんでもないことが書いてあるんです。それが、安倍ちゃんの事件で話題になった某宗教団体 T から かの国に4500億円のお金が動いていると。まあ、そのお金が実はミサイル作戦に使われてるんだと。まあ、北の国といえば経済制裁もされてるし、外貨獲得の機会なんかほとんどないはずなのに、なぜ彼らはミサイルを作り続けられるのか。それはバックにパンダちゃんがいるからお金を出してるんだって言われてたんですけど、実はそうじゃないんですよね。お金を出している人は実は T であり。そして知ってますか T の資金の8割以上が日本で集金されてるんですよ。ということは実質的に日本のお金がかの国でミサイルを作ってるっていう話なんです。でね、この T っていうのはもともと韓国の CIA が作った団体だって言われてて、これどういうことかっていうと、まあ、亡国の意向が非常に強い団体なんですよ。 で、与党ってあの t とずっとべったりなのは、これね、実はあの国の指示なんですよね。そして、その t に渡ってるお金っていうのは、実は実質、今権力を持っているあの党から流れているわけです。これ実はね、巨大なマネロンだっていう話があるわけですよ。これね、ピザの国が、う、ま、の国で、実はこれをやってるっていう話があって、実は我が国における右の国が、 あの、北の国だって話なんですよ。まあ、そもそも、北の国建国には、陸軍中野学校が深く関わっていて、実は、キム・ジョン・イルは、キム・イルソンの子供ではないという説があるわけです。これね、陸軍中野学校から渡った、ある、諜報員の子供だっていう話があるわけだから、実は、あの国って、大日本帝国セカンドなわけですよ。第二次大戦で、解体されたと思われていた、あの国は、実は北の国で残ってると。そして、かの国は、 なぜミサイルを飛ばすのかそれは我が国のためになるからというのが一点とマネロンという意味があります。実際はこう税金でね。 ミサイルを作らせて、まあ、それを撃たせることによって、いろんなところに、まあ、余力を与えてしまっているっていう状況があるわけです。まあ、我が国と、かの国は、一応国交ありませんけど、どうやってお金を送ってるかっていうと、一旦香港に、ま、お金を移して、で、香港にはカジノありますから、まあ、あのカジノってそれの温床ですから、プロがいて、その人たちが、いろんな工作をして、北の方に流していると、そういう流れだそうです。 これね、あのミサイルが過去飛来してきた年別の打ち上げ数なんですけど、不可解なことにある2年間だけピタッと止まってる時期があるんですよ。 これが実はあの悪夢のなんとか党が政権取ってた時代なんです。これ要するにそういうことなんですよね。でもこれだけ見ると、じゃああの党に政権あげればいいじゃんって話になるけど、思い出してほしいけど、あの党はあの党でパンダちゃんの国と非常に密接に繋がってるわけですよ。尖閣諸島沖で海保の船とあの国の船がぶつかった時に、あの党は最後の最後まで パンダちゃんの国の船をかばいましたよね。結局映像も出せなかったんです。だからどっちがいいとかないです。どっちもダメです。で、ね、どっちもダメなんですけど、じゃあこの第三の勢力っていうのがやっぱ出てきてほしいなと。例えばそれ、まあ本当の保守の人たち、たくさんいろんな政党に分裂しちゃってますけど、こういった人たちが一つになって、また新たな政治の動きを出してくれれば、 現与党だってあぐらを変えていられないから良くなるかもしれないし、これいいことしかないんで、でもそのためには有権者一人一人の声や行動っていうのが大事になってきますんで、皆さん一緒にこの国を変えていきませんかということで、ハロー YouTube4、5年つかさんのニュースのネコカバーには今日までどんぶかやニュースをお借りしました。ーーーーいや、あの心配していたあのネズミさんが数ヶ月ぶりに YouTube 再開されました。 血じゃない、血じゃない。一緒に頑張ろうね。の中にまたえで、お前本心が透けて見えたぞ。ネズミさん、応援しています。調子悪い時の兄上や、完全に伊住院光やないか。いけるいける深夜のバカ力からね。おいここ、口がこうなってるのが、ちょっとかわちい。ってこと 「ディープに使やもアブガディル人妻との手料理食べたいな明したの ハビコリちゃんもアブガリル」「人妻のため息とうとう」